あんた、家政婦の分際で何を言ってんだい。は、家政婦ですか。そうだよ、あんたはこの家では家政婦同然なんだよ。大した金も稼いでこないんだから、家政婦として家のことをきちんとやるしかないだろう。あんたがいなくても私たちは困らないんだからね。わかりました。では遠慮なく出て行かせてもらいますね。私の名前はみゆき、31歳の主婦。夫のコウタとは結婚して2年が経つ。ちなみに私たちはいわゆる出来婚によって結婚したもので、すでに2歳になるかなという娘がいる。夫とはもともと高校時代の同級生で、同窓会の時に再会したことがきっかけで付き合うようになった。そして交際を始めて2年が経った頃、お腹の中に子供がいることが分かり結婚に至ったのだ。とは言っても私たちはその頃は20代後半だったし、結婚して子供がいてもおかしくなかったので何の問題もなかった。むしろ子供が生まれたことで結婚へとスムーズに進んだというような印象だ。結婚後は幸せに暮らしていた。私は産休を目いっぱい取ったので子育てに集中できたし、ずっと娘のそばにいられた。夫も娘を溺愛していて、仕事から帰ってくると娘にべったりくっついていた。こんな風にとてもいい雰囲気で家庭を築いていたのだが、あることがきっかけで私たちの平和な日常が崩れていく。それは義両親との同居だ。母さんたちがそろそろ同居してくれって言うんだ。どうして？まだまだ介護が必要な年ではないでしょ。いや、昔から言われてたんだよね。長男なら普通は親と同居するべきだって。まあ俺も新婚のうちは夫婦と娘だけで暮らしたいと思ってたから断ってたんだけど、カナももう3歳だし、そろそろ同居してもいいかなって思って。それに家事だって母さんに手伝ってもらえるじゃん。確かにそれはありがたい。私は現在パート勤務で働いているが、やはり子育てをして働いて家事までするのはなかなか大変だ。それに義両親とはそんなに回数は会っていないが、会った時は娘のことを可愛がってくれていたし、悪い印象はなかった。同居してもうまくやっていけるかもしれない。先入観から同居は辛いものというイメージでいたけど、冷静になって考えると問題はなさそうだ。そして私は同居を承諾したのだが、どうやらこの判断は間違っていたようだ。同居し始めてから1、2ヶ月は義両親は優しかった。そのため安心しきっていた。しかしだんだんと義両親の態度が変わってきた。みゆきさん、あなたもう少し晩ご飯の時間早くにできないの？あ、すいません。仕事を終えて娘を迎えに行くと大体このくらいの時間になってしまうんです。パートならもう少し早く帰ってきなさいよ。いや、そう言われましても仕事なので。全部中途半端で本当困っちゃうわ。どうしてそこまで言われなければならないのだろうか。私の仕事はだいたい16時くらいに終わる。そして保育園に娘を迎えに行き、スーパーに寄って家に帰り晩ご飯の準備をする。だからどうしても夕食の時間はだいたい18時くらいになってしまう。別に特別遅いわけでもないし、夫だってその時間帯はまだ帰宅していない。っていうか自分は一切家事をしないくせに何文句を言ってきてるんだ。それにずっとダラダラ過ごしているだけなんだから、昼飯も消化しきってないだろう。そして義母だけならまだしも、義父もだんだん私への態度が変わってきた。おい、まだお風呂掃除してないのか。あ、すいません、晩ご飯の支度を先にしようと思って。遅いんだよ、テキパキと家事をこなさんか。え、まったく全然使い物にならんな。少しずつ私に厳しく当たり始めた義両親。私は戸惑いを隠せなかった。この問題はこのまま放っておいてはいけないと思い、私は夫に相談。なんか最近お母さんたちが冷たいんだけど。え、気のせいだろ。いや、そんなことないよ。ちょっとしたことで目くじら立てて怒るんだもん。母さんたちはお前に嫁としてもっと成長してもらいたいと思ってるんだろう。別に問題と思うことなんて何もないよ。ヘラヘラしながらそう言う夫。これは完全に相談する人を間違えたな。っていうか結婚する人を間違えたか。私の夫への気持ちがだんだんと消えかけていった。それからも義両親の態度はひどく、日に日に理不尽さも増していった。
おい、肩を揉め。あ、まだ食器を洗い終えてなくて。逆らってんじゃないよ、早くこっち来なさい。無理やりに義母の肩を揉まされ、食器を洗うのが遅れると今度は義父が切れる。おい、私がいつも使ってるコップがまだ洗われてないじゃないか。本当トロい女だな。コップくらい自分で洗えよな。だが私はなぜここまで義両親の態度が冷たくなったのかわからなかった。仕方がないので夫に聞いてもらうよう頼むことにした。夫はそんなことを聞くのはめんどくさいと言っていたが、私が一歩も引かずに詰め寄るとしぶしぶ引き受けてくれた。それでどうだった？お母さんたちはなんて言ってたの？ああ、なんかパート勤務に人権はないとかなんとか言ってたな。はあ？何それ？とにかくみゆきが正社員とかじゃなくてパートで働いているのが気に入らないんだろう。だってそれはあなたが私に頼んできたことじゃない。子育てや家事は自分は全くできないから時短で働いてほしいって。あなたはそれをお母さんたちに言ったの？いや、それはまさか母さんたちがそんなことで態度を変えてると思わなかったから、驚いてたら言うタイミングなくて。はあ、ありえないわ。本当にどうしてこんな夫と結婚してしまったのだろうか。娘が生まれてなかったら即離婚に踏み切ってただろうな。娘のためにも父親はいた方がいい、そう思い込んでいたのだが、私はある日とんでもない場を目撃してしまった。その日は週末で、私はスーパーに買い物に行っていた。そして帰宅した時、居間で義母が娘をあやしていたのだが、義母が突然ありえないことを娘に向かって言い出したのだ。あんたが男の子だったらもっと手放しで喜べたんだけどね。なんで女の子が生まれてきたのかしらね。ほんと残念だわ。私は耳を疑った。3歳の娘に一体何を言っているのだ。お母さん、娘にそんなことを言うのはやめてください。あら、帰ってたのかい。さっきの言葉取り消してください。いやよ、なんで本当のことを取り消さなきゃならないの。娘がトラウマにでもなったらどうするんですか。そんな、私のさっきの言葉なんて理解してないでしょ。大げさな。もう私は我慢の限界だった。いい加減にしてください。私だけならまだしも、娘にまで嫌がらせをするのは許せません。嫌がらせだって？私がいつあんたに嫌がらせをしたって言うんだい。しらばっくれるんですか。もし自覚がないんだとしたら相当に性格がねじ曲がってると思いますけど。あんた、家政婦の分際で何を言ってんだい。は、家政婦ですか。そうだよ、あんたはこの家では家政婦同然なんだよ。私たちが言い争っていると、何事かと義父が今にやってきた。うるさくて新聞も読め。何を騒いでるんだ。この女が私に喧嘩を売ってきてるんだよ。なんだと。家政婦のくせに生意気だな。なるほど、二人では裏では私のことを家政婦と呼んでいたんだな。本当にあなたたちって最低なんですね。ふざけるな、パート勤務のクズにバカにされる覚えはない。大した金も稼いでこないんだから、家政婦として家のことをきちんとやるしかないだろう。それなのに姑に立てつくなんてありえないぞ。家政婦以下だな。お前みたいな女は出てけ。さまさま、息子の稼ぎ目当てで逃げられないように狙って妊娠したんじゃないのかい。あんたみたいな性格の悪い女ならやりそうなことだよ。あんたがいなくても私たちは困らないんだからね。言いたい放題だな。もういい、この人たちは一度現実を知った方がいい。わかりました。では遠慮なく出て行かせてもらいますね。私は荷物をまとめ、娘を連れて家を出ることにした。ちょうどそのタイミングで釣りに行っていた夫が帰ってきた。あれ、みゆき何やってんの？そんな大きな荷物持って。私、家政婦クビだって。え？もうこの家には帰ってこないから、ま、一人で頑張って。え？お、はい。義両親はニヤニヤしながら私が出ていくのを見ている。これで息子の稼ぎが搾取されなくて済むようになるね。夫だけは顔が青ざめていたが、この後に及んで何も言わないのならもうアウトだ。私は娘を連れて実家に帰った。すると翌日、義母から電話が来た。もしもし、まだ何か用ですか。みゆきさん、
昨日はひどいこと言ってごめんなさい。この手のひら返し具合、夫から聞いたんだな。急にどうしたんですか？私、全く知らなくて。謝るからお願い、戻ってきて。いやいや、私なんかがいなくても困らないんですよね。戻る必要なんてないじゃないですか。だって、あの時はまだあなたが家にお金を入れてくれてるなんて知らなかったんだもの。義実家には月10万も入れていたのだが、それは私の給料から出していた。私はパート勤務といえど看護師をしている。そのためそれなりに稼いでいた。夫は仕事はちゃんとしているが、正直言って給与がかなり低い。そのため生活費に回すとほとんど消えてしまうのだ。だから私の給料から義実家にお金を入れ、さらに娘の今後の学費など将来のための貯金をしていたのだ。夫は優しい人なのだが、自己肯定感が低いのか見栄を張るところがある。だから私が義実家を出ていく時も自分の稼ぎが低く、妻に収入面で助けられていることを親に言えなかったのだろう。だがもう私を守ってくれなかった時点でもう終わりだ。私は何を言われてももう戻らないと義母に言い、電話を切った。そして夫には後で弁護士を通して話しましょうと LINE を送り、義実家の人たちの番号をすべて着信拒否にした。その後私は無事に離婚が成立。元夫からは養育費と、あと義両親からの私へのモラハラを黙認していたことに対して慰謝料を請求した。元夫は安月給の中、支払いに追われることになった。当然だが、そんな状態では義実家にお金を入れることなんてできない。だが義両親は私がお金を入れていた頃の贅沢な暮らしの生活水準を下げることができず、どんどんお金が減っているらしい。義父の退職金にまで手を出し始め、このままでは老後を生き抜けることも難しいんだとか。まあ私にはもう関係のないことだが、ざまあ見ろって感じだ。元夫は娘との面会のたびに、家が大変なんだ、助けてほしいとお願いしてくるのだが、私がある時、これ以上その話を持ち出したらもう娘とは会わせないと言うと、一切頼んでこなくなった。一方私は実家に戻り、シングルマザーとしてバリバリ働いている。母に娘の面倒を見てもらえるようになったことから、夜勤もできるようになり、収入がさらに上がった。これからもたくさん働いて、たくさん稼ぎながら、大事な娘の成長を見守っていきたいと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。